2008年の読売ジャイアンツでは、2008年の読売ジャイアンツにおける動向をまとめる。この年の読売ジャイアンツは、2回目の原、辰則監督体制の3年目のシーズンである。開幕後連敗で開幕スタートに失敗し、シーズン序盤から阪神が独走し、7月8日時点で、阪神と巨人の差は13.0ゲーム差あり、7月22日には、 阪神に優勝マジックが点灯した。しかし、北京五輪が始まり各チームの主力選手が、レギュラーシーズンを欠場すると、阪神の勢いが止まり、その一方で巨人が夏場以降に猛追し、9月11日から12、連勝するなどして、大逆転で優勝を飾った。1996年の最大11.5ゲーム差を、逆転しての優勝が、メイクドラマと呼ばれたのに対し、 この優勝は、最大13ゲーム差の逆転であったため、メイクレジェンドと呼ばれた。クライマックスシリーズで3位の中日を破り、日本シリーズに出場したが、日本シリーズで渡辺久信監督率いる西部に3勝4敗で、敗れ、日本一を逃し6年前の雪辱を果たされた。投手陣は、リーグ1位の1115奪三振を記録したほか、防御率3.37は、 阪神に次ぐ、リーグ2位を記録した。打撃陣はヤクルトから遺跡のアレックス・ラミレス。開幕から一軍定着の坂本隼人などの活躍で、リーグ1位の177本塁打を記録し、得点、安打、打点もリーグ1位を記録するなど投打が噛み合った1年となった。日本生命、セパ交流戦2008-2008年日本シリーズセブ。 VS 巨人スコアボード2008年日本シリーズ西部 VS 巨人表彰式本節では毎シーズン終了から本シーズン開幕までの入り対談について記述する入団対談本節では本シーズン開幕から本シーズン終了までの入り対談について記述する入団対談ありがとうございます